こんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームは木場くん、好きな球団は青いから手汗ボールマリンボールを狙ってロッテでやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン、星113。こいつがねすげえ邪魔だね。特化マスあるのはいいんだけど、新しい球種もゲットしたいんで、まあとりあえずシャッフルか。コントロール先に変化球、あーまあまあまあ、ほい、ナイス紹介。コントロール、そこじゃないんだよね欲しいのは。でヒーリング強いね、ナイスだね。変化球が出てきた、オッケーオッケー。さてどうしようかな、こういってでこうか。まあ2段階はそれはいかないか、やる気ないもんな、やる気ボーナスがないですからね。素晴らしい回復量だ。コントロールばっか上がってる。ステージ A コントロール B の78、急速上げたかったけどね。さあステにナイス変化球、あーやる気を取ってから本当は行きたいところなんだけど、残念ながらね位置的な問題。強い、おー、まあでもやる気はここで上げればいいから、こうですか。また輝く、あーいいね、ナイス回復。待てよ、あーあーあー、なるほど。そしたらこうだな、ローキ君逃げ玉、やる気を上げて、はい2段階いかない、くそ。ナイス鳥海、やべえな、やってんなこれで、はい、いや回復量が素晴らしい。ほい、いいね、君やるね。やべえ、ステイチステニが豪運すぎる。まあ球速が上がってないってところではあるんですけど、変化球も他もねすごいいい感じなんで。変化球が何かい、これ赤1個通過してでいいとは思うんだけどな。ああいいいい、全然いい、ナイスヒーリング、ナイス青。変化球が出てきた、下側ね。変化球強化さん強い。あーガンダいっちゃうなこれ、いやガンダはいいや。コントロール以外で急速か変化球、コントロールがよりによって出る。やべ、だいぶ嫌なとこ来たね。やばいやばいやばい、絶対仕留めに来る、もう絶対来んじゃんこれ。うわーこれは辛すぎるな、頼むここで会えてくれ。ダメかー、頼む体力をそんな持ってかないで。あ、オッケーオッケーオッケー、許容範囲、ゴールにもねいけるんで。うん、ナイス2段階。さあ新竜カードとかプロ入りスタ強化。いや、なんでよりによってそれなんです。今のは悪意しかないな、マジかよ。カードも拾ったのに、これは赤おにぎりさんがやべえな。ナイス、とりあえず第二変化がスライダーにカットでスプリットか。減少でも死ぬね。ほい。まあ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 。まあ、進藤さん、会いたかったけどね。まあ、録音されても関係ないか。いやー、球速が伸びてねえな。球速が伸びてねえな。ステイチステには素晴らしかったのに。ラスト。
おお、まあ、第二ストを捨てて急速特化でいいんじゃね。2マジか。これやる気か、やる気ダウン。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ありだね。重い玉で、あーこれちょっとやべえのが、ここでコントロール出る可能性があるんだな。やべえ、録音されたし。スタミナ、野球マン助けて、野球マン。2でここ来るだろう。いやでも避ける余裕はないんだよな。はい、ナイス。癒す感じゃダメよ。ナイス、素晴らしい。危ねえ、それは危なかった。はい、ナイス。あー、まあうわ、でもやる気落とすのもったいなかったな。やる気ダウンもったいなかったよな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。くそ足んねえな。100になる。本当は葵にも会いたかったんだけどね。第二変化を落とす？マジ？水木さん、真上、真上。本当に真上。あるか？隣だな。隣だけど。これどっち行くかだね。でも多分右だな、これ。そうだね。選手がいたんでね。うわ、くっそー。惜しかった。まあ、それでもね、いい選手には間違いないっすね。約600弱ですか。はい。ということで、名前設定、行ってきましょう。はい。名前設定しきました。名前。星589から小八くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。気温能力コンスタ S100 と素晴らしいんですが、球速少し物足りないかな。153キロ。変化球がすごくね、現実味のありそうな変化球種になったんですけど、特殊能力はもう少し盛りたかった。果たしてどれだけ頑張ってくれるか、オートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 1.57。 よく頑張ったんですけど、今回はね、早川さんですかね、 1.41。 素晴らしい結果。ってことで負けてしまったんですが、今回は11勝5敗。 1.41 でさ、6勝8敗の負け越しってかわいそうじゃない？で、今回小八くんは11勝5敗なんで、6割8分8厘、まあ、13勝以上いってないんでね、ここは仕方ないかな。で、今回は195イニング、こちら最多ですね。あとは、25先発で、6完封10完投。うん。で、クオリティスタートが 92% の、ハイクオリティスタートは 68%、ちょっと落としちゃったかな。で、奪三振が195個。こちら、第3位。率でも負けているんでね。はい。今回はね、タイトル何も取れてないかな。まあ、新人王は取れたっていう、そんな感じでしょうか。あとは、そうだね。KBB が 5.27 になっております。ちょっと低いかな。ということで、今回の小八くん、取ったタイトルは、新人王のみでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。